なんでそれをしないか、貼らせたいんですよ。貼らせたいの。つまり大きな政党しか貼れないんですよ、あれを。ねえ、でもね、賛成党員はすごいんですよ。今回ね、僕は日本の半分ぐらい貼れればちょうどかなと思ってたんですけど、なんと離島に至るまで、北海道の端に至るまで今日中にほぼ貼れるんです。すごいでしょ。これすごいことですよ。だって我々宗教団体ついてませんよ。どっかのスポンサーもないですよ。創価学会もついてないし、統一教会もついてない、自民党の別党体でもないね。なく本当に皆さんが各支部でね、49支部があるんですけど、まあ僕に発砲をかけられたのもあるけどね、必死こいて手分けしてね、でまあ離島のどうしてもね 2,3 枚しかないようなところで行くのは大変だから、それは黒猫山田さんとか佐川さんに頼んでって言いました。はい。でもね、他の政党ですら自分たちで貼れないから業者使ってるんですよ。賛成党は 90% 以上手で貼ってます。これですよ。これをね、まあ制度が悪いんだけど、でもこんな制度に負けずにみんなでそれを手分けしてできたっていうことが僕本当に素晴らしいと思う。はい、本当に貼ってくださった皆さんありがとうございます。はい、いやでも今現在申告で多分今も貼っている今も何百人、何百人じゃ聞かないですね、何千人かの人が今も多分全国津々浦々で貼ってくれてますよ。だから今日の夜ぐらいにはほぼ全部貼れるんです、日本中に。すごいでしょ。いやこれ僕がすごいんじゃないですよ、党員がすごいんですよ。賛成党っていうのは